こんにちは。ここからは今日この後のお天気を確認していきましょう。まずはこれまでに届いているウェザーリポートをご紹介します。晴れているところも多いんですが、関東では雲が広がりやすい空。神奈川県横須賀市の方からは、風が冷たく雨がポツポツと降っていますということでウェザーリポートが届きました。関東の他にも東海でも雲が多くなっているようです。それでは全国のこの後のお天気、アイコンと一緒に見ていきましょう。今日この後のお天気です。西から見ていきましょう。沖縄では雲が多めですが、時々日差しが届きます。北風が吹くと少し秋を感じられそうです。その他西日本も日差しが届くところは多くなります。ただ日本海側ではにわか雨にお気をつけください。東日本でも穏やかな空のところは多いのですが、関東や東海は雲が広がりやすい空。また気温も上がりにくくなっていますので、暖かい服装が良さそうです。北日本も穏やかな空のところ多めです。ただ北海道の日本海側では雲が多め、特に道北ではにわか雪もありそうです。各地で今朝は冷え込みましたね。日中は西日本では過ごしやすいものの、北日本や関東東海ではひんやり感が続きます。この後も暖かくしてお過ごしください。以上、全国の天気をお伝えしました。この後午後も頑張っていきましょう。